はいどうも、哲学とです。今回はですね、ディアブロ4シーズン5の、開発者ライブの方が、終了して、パッチ 1.5.0、シーズン5のパッチの、正式版の方がね、出てきましたので、ちょっと詳しく見ていけたらなと思います。まあ、今回はですね、PTR からの主な更新ということで、以前ね、もうすでに、このパッチノートの全文のね、解説動画、出させていただいてるので、なので PTR から主に変わった部分を中心にね、見ていこうかなと思うんですけど、PTR からの主な更新点ということで、PTR でサンクチャリを擁護し、フィードバックを提供してくれた皆さん、感謝しますということで、フィードバックの直接的な結果として、いくつかの重要な更新とバグ修正をまとめたと。このセクションを読み捨て、進めて、極炎軍団の、シーズンでリリースされるすべての、変更を完全に把握してくださいということで、PTR の集結以降に行われた、追加の変更は赤で強調表示されていますということで、まあ私が改めて読み直して気になった部分と、あとこの赤字の部分ね、中心に読んでいこうかなと思うんですけども、まあ今回ですね、このパッチノートで一番私が、気になった部分としてですね、この、最後のところに、すべてのユニークアイテムの効果変更についてのギャラリーっていうのが追加されててですね。ここ見ていただくと、まあ、ユニークアイテムの効果がどんな風に変わったのかっていうのが、全部ね、一目でわかるような感じになってるんですけど、ここね、ちょっと先見ようかなと思います。ユニークなアイテムということで、すべてのユニークアイテムは、ユニークアイテムの現在の、デザイン哲学に合うように、更新されましたと。すべての変更点を紹介する、ビジュアルギャラリーは以下にありますということで。まあ、結構ユニークアイテムですね。特に武器枠のものなんかに関しては、現在焼き戻しのね、効果はかなり強力なものが登場してきてるので、なかなかユニーク使いづらいっていうね、ものも増えてきてるんですけども、まあ、今回結構ね、全般的に火力の情報修正が来てて、使いやすくなったものなんかもあるので、まあ、そういったところもチェックしていけたらいいかなと思います。で、今回からウーバーユニークアイテムは、ミスティックユニークという名前に変わって、神秘的なユニークアイテムという名前で出てくると。で、出現した時もね、この紫色の、柱がね、立ってくれるようになってますので、間違えて捨てちゃうとかそういう心配も、なくなったという感じですね。まず星泣きの指輪の方なんですけど、ダメージ効果とかは変わらないんですけども、今までですね、コアスキルダメージだった部分が、プラスに、コアスキルという感じになったので、まあ大幅にここ火力が上がるなという感じですね。まあなので、コアスキルビルドでの星泣き指輪の、使い道っていうのがさらに広がっていくかなという感じですね。はい、次、ドゥームブリンガーですね。はい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 。で、ラッキーヒットで、チャンスという、ライフが回復する量が増えてるのと、はいはいはい。あと、10% のダメージ減か、が入っていって、そうですね。うん。効果自体は変わってないっていう感じなのかな。で、今までクリティカルストライクダメージだった部分が 100% のダメージプラスに変わっているという感じですね。で、オールステータスになって、マキシマムライフ 35%。あ、ここも上がってますね。26から。おぉ、ここも結構強いかなって感じですね。10% のダメージ減何気に、強いので、これがついたっていうのも結構いいかなと思います。結構ね、ドゥームブリンガーは何ていうのかな、これ入れることによってね、ライフの方を上昇させたりとかできるんで、バーバリアンとかね、ローグなんかで結構使いやすい、ウーバーユニークだったんですけど、さらに、防御力の部分が強化されているというか、ライフアップの部分がね、増えているという感じですね。ライカンダーの槍。これね、ウーバーユニークの紹介動画の中でもちょっと使いどころ難しいなというところがあったんですけど、今回、メインスキルのところかな。あ、そうですね。まず、159% のクリティカルストライクダメージがついたのと、脆弱状態と、オーバーパワーのダメージが 157% 増える。で、あと、18% すべてのステータスが上昇する。これ強いね。
そして、33% の、ムーブメントスピードがつくとかですね。はい。そして、66% の全ての体勢が増えるというところで、まあ、今、杖を装備できるのは、ソーサラーと、あとね、ドルイドなんですけど、まあ、ドルイドなんかの場合はね、このオールレジスタンス66っていうの結構、まあ、強いのでね、まあ、役に立つかなと思うんですけど、ソーサはね、知力で、全体性の方が上がっていくんで、まあ、基本的に何もしない状態でも 70% 維持できるんでね、ちょっとここの部分は微妙かなという感じですね。で、まあ、ランダムな、裁断効果が、20秒間発動するというものなんですけど、まあね、武器枠、特に、両手杖を使っちゃうんで、まあ、武器枠の部分って結構難しくてですね、焼き戻しの効果はやっぱりすごく強いので、まあ、特に、操作とか、ドルイドの場合は、投射物を2回発射する確率とか、そういうの焼き戻しでつけられるので、まあ、それを上回るような感じで火力が出ないとっていうところはあるわけなんですけど、まあ、私使った感じだと、やっぱり裁断効果、当たりをね、どんどん引いていくことができれば、まあ、かなり奈落とかでもねいいのかなとは思ったんですけども、やっぱりボス戦とかのところの時にね、まあ、なかなか、刺さらないっていうところがあって、まあ、使いどころが難しいウーバーユニークアイテムではありますけども、まあ、ちょっと今回ね、まあ、全体性プラスになったというところで、まあ、ドルイドでの活躍のチャンスっていうのは何かしら出てくるかなっていうところはありますね。はい。で、グランドファーザーの方ですね。グランドファーザーの方は、150% ダメージプラスに、組み替わったということですね。で、あ、そうですね。イグノアデュアル、デュラビリティロスですね。耐久値の、壊れなくなるっていう特性が上の方に来たので、一つ特性が増えてるというような感じですね。150すべてのステータスがプラスされ、3356、ライフが増えるという感じですね。で、グランドファーザーはですね、この上の効果も、100% アップした形になるので、つまり150、オールステータスですけど、実際は300増えるというような感じになるので、かなり強いかなって感じですね。で、マックスライフも7000増えてくれて、マキシマムリソースが20増えるのはありがたいですね。まあ、特にイニシエの大槌ビルドとかは、マックスリソースの値によってね、ダメージが増えていくってところがあるし、あとラマラドニーの贈り物も今回ちょっとユニクの方自体も変わってるんですけども、まあ、そちらもね、マックスリソースの値が最大土器が多ければ多いほどね、ダメージ上がってくれるようになりますので、まあ、マックスリソースプラス20は何気に美味しいという感じですね。そして、プラス300ダメージ。おー、結構グランドファーザーぶっ壊れてる感じですね。で、クリティカルストライクダメージが 100% 上昇する。これはまあ、すでにある、まあ、クリティカルヒットダメージが、倍になってくれるという効果なので、まあ、1500% ぐらい、まあ、例えばクリティカルヒットダメージはすでに積んであったら 3000% に、増えてくれるという感じなので、グランドファーザーはむちゃくちゃ強くなったという感じですかね。はい。そして溶けたセリグの心臓の方ですね。すべての体勢が 25% 増えるのところが、全部の体勢の上限が 3% 増え、30% すべての体勢が増えるということで、今までよりも強くなってるという感じですね。そして、オールステータスだったところが、15% の、幸運の一撃発生率がプラスされる。そして 25% のムーブメントスピード。ここは変わんないのかな。そして 15% のダメージ、リダクション、ワイル、ヘルスイーだから、健全状態の時、まあ、ライフがマックスの状態、星泣きの指輪は、リソースの側でね、ダメージを吸収してくれるっていう指輪になるので、まあ、ここのね、ダメージ減少が、かかってくれるっていうのは結構でかいかなと思いますね。そして、リソース生成量が 18%。まあ、ここら辺の値も全部情報修正されているっていう感じですね。セリグも、まあ、強くなっていると。
で、ティラエルの、鎧の方ですね。ティラエルの鎧の、はいはいはい。フルライフ。なんかゼロダメージになってるか、これ。間違えてるのかな、これ195ダメージ与えるっていうレーザーが出てたんですけど、ゼロダメージになってる。ここ、ちょっと気になるけど。はい。そして、16% のムーブメントスピードと、7.5% の、最大、耐性、最大全耐性が増えてくれる。そして 60% の、オールエレメントの、レジスタンスが増えるという感じで、結構ね、バーバリアンとか筋力職で使ってたんですけども、すべての体勢で盛るの結構きつかったんで、まあ、ここが 60% つくっていうのはむちゃくちゃ強いなという感じですね。他のところに、体勢をつけてね、盛る必要がなくなるので、かなりここは強いかなと思います。そして、20% のダメージリダクションがあるので、まあ、20% ダメージ減少。これ、あれですね、ハーレークイーンの紋章とかと組み合わせるとむちゃくちゃ強いんで、まあ、何気にね、この、ダメージ減少 20% というのは、ダメージ減少がむちゃくちゃ強いので、ここが20にさらに上がったというのは結構やばいですね。そして、アンダリエルの面ですね。アンダリエルの面は、やべえのついてますけど、666% ポイズンレジスタンスということで、まあ、これ、まあ、ネタだよね。70% までしか多分つかないんですけど、まあ、毒攻撃に関しては、もう、マックスまで漏れるよということなんでしょうね。はい。で、77の、オールステータス。今まで15だったんでね、かなり上がってるかなという感じと、あと、ライフゲインヒットが427。これはどうなのかな。今まで 2% のライフスティール。まあ、殴るごとに 2% ずつライフ回復するって感じだったんだけど、ここはね、ライフオンヒットなんで、まあ、なんていうの、たくさん敵がいればもちろん数量も増えるんだけど、ボス戦とかで殴り合ってるような局面を見ると、1対1なんでね、437しかまあ一発で回復しないって考えると、ちょっと、まあ、弱くなってるような気もする。はい。で、30% のアタックスピードアップということで、まあそうですね、基本スキルビルドとかで結構今回アンダリエルの民後半強かったんで、まあそこら辺のビルドと、噛み合うとかなり強いかなって感じですね。そして、10% の、ポイズンレジスタンスの上限アップという感じになるので、80% まで漏れるのかな、うん、という感じですね。はい。まあ、これも、かなり強くなってくれてるんですけど、ポイズンダメージの方も 37,740 に上がってるという感じなのか、という感じですね。はい。そしてハーレークイーンの紋章ですね。はい。効果の方は、変わってないんですけど、まあ、20% のダメージ減少と、すべての、アクティブスキルがランクプラス4されるという効果は同じなのかな。で、マックスライフとか同じ。で、マキシマムリソースが18。最大リソース量が増えてくれて、アーマープラス2500ありがたいですね。結構ユニークで全身を固めていくと、9230の、なんていうのかな、アーマーの値を稼ぐのがちょっときつくなって、他のパンツとかね、まあ、下手すると靴とかに、アーマー入れたりとかしなきゃいけないビルドもあったんですけど、まあ、ハーレクインにアーマーがついてくるというのは結構嬉しいですね。そして、まあ、クールダウンの、短縮 20% も残ってくれてるという感じですね。あ、でもこれ結構伸びてるな。20%。今まで 7% のクールダウンだったのが 20% なんでね。まあ、かなりハーレークイーンを入れることによる、ビルドの強化もできるかなという感じですね。ということで、ウーバーユニーク、長々とやってきたんで、まあ、それ以外のユニークは、さらっと見ていこうかなと思うんですけど、まずティーボルトの方ですね。はい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 。ダメージ効果とかは変わってないんだけど、アンストッパブル。はいはい。
ポーションキャパシティとかいらないのついてたんですけど、そこがまあオールステータス、マキシマムライフ、マキシマムリソース、ダメージリダクションという感じなんで、マキシマムリソースが増えてくれるのありがたいね。はい。で、母の、祝福か、はいはい、も、情報修正されているという感じですね。60% のリソースが戻ってくるに変わっているという感じです。なかなかね、後半のビルドに使いづらいところはあるんですけども、序盤結構リソース問題とかでね、悩んでる時なんかは結構使えるユニークだったりするので、まあ一つは取っておくといいかなと思います。そしてジハルですね。ジハルは、はいはいはい。あ、クールダウン短縮は消えてますね。なので、まあ、これをなんか入れて、まあ、フレームシールド無限とかね、そういうのを早めに作るっていうのは難しくなるのかなって感じですね。49のすべてのステータス、ラッキー、あと幸運の一撃確率と、あと脆弱ダメージ、あと、継続ダメージ 90% アップがついてるので、まあ、これ火炎系で使うね、あの指輪なんで、まあ、結構、まあ、この継続ダメージの方に変わったっていうのは、他の火炎系スキルビルドとの兼ね合いでもね、いいのかなという感じがしますね。はいはいはい。で、ブッチャーのクリーバー。ブッチャーのクリーバーもダメージが上がってる。で、そうですね。やっぱ今回基本特性の部分がかなり入れ替えてあるので、まあ、ご自身使うやつをね、ぜひ見ていただきたいなと思うんですが、はいはいはい。アズルラスもダメージ量が増えている。かな、はいはい。漁師のタリスマンは前回そうですね、ダメージ量は変わらず 60% が上限という感じになってるんだけど、はいはいはい。オーバーパワーダメージが上のところに追加され、あ、まあ値とか増えている。あ、で、あれですね、オールスキル、あ、アタックスピードがついてますね。攻撃速度アップがついてるので。まあでもなかなか難しいですね。まあ、漁師のタリスマンちょっと、なかなか最近使えるところが難しい感じではあるけど、結構他、パチノートの全体見るとね、イニシエの大槌ビルドとかかなり火力が盛り返してくるのかなというところがあるので、まあ 60% に、まあ前 120% だったんでね、ちょっと減っちゃってはいるけど、漁師のタリスマンを、ビルドの中に組み込む。っていう選択は今シーズン出てくるかなという感じですね。はいはいはい。ペネテレートグレーグローブ、こっちも 25% ダメージアップか。これちょっと全部見ていくとあれなんで、まあちょっとポイントポイント見てやっていきますか。はいはい。フリックステップ、4%。まあ、ダメージ上昇の方に全体的に振ってるっていう感じなのかな。炎の、靴とか。はいはいはい。で、レーザープレート。レーザープレートの方は 150% が、上限だった、ダメージ量が 200% に増えてくれてるので。また反射ビルドとかね、組む方は、ダメージ上げやすいかなと。反射を組み込んだソーサラーとかに、あ、ソーサラーじゃないわ、召喚ネクロとかが、まあ、今回結構強い方に来るんじゃないかなという感じはしますね。ソウルブランドの方。なんかそれと、あと気になってるのはこの外見がなんかこっちとこっちで違うんだけど、もしかして新しい外見が、ユニークから抽出できるようになるのかなっていうところもちょっと気になってるところではありますが、単純にクラスが違って、見た目が違って見えてるだけの可能性もあるんで、まあそこはあんまり、気にしないでほしいなと思いますけど、30% のダメージが減るというやつですね。ソウルグランド。はいはいはい。1% から 300% までダメージが上がる。これどうなの？ああ、でも、そうですね。ラッキーストラ、今まで幸運の一撃任せだったアタックスピードがまあノーマルでつくようになって、クリティカルストライクチャンスが 8.7% ついて、あと高の一撃発生確率がなんかこれやばいですね、 51.8% 最大リスクの、これすごいな、可変値ですが最大で 51% 高の一撃発生確率がつくっていうんで、まあここら辺ローグとかでも刺さりそうだね。はい。そしてそうですね、ダメージアップ、ダメージアップかな。はい。
で、バーバリアンのユニークアイテムということで、ラマラドニですね。ラマラドニ、今までは 0.2 から 0.4%、銃のフューリーあたり、で、増えてた。そうですね。今回 0.5% まで増えるんで、まあ 0.1 の違いかなりでかいのと、あと、他のね、ユニークアイテムの特性で、マキシマムリソース、ここあると思うんですけど、この部分がね、増えてるっていうものが結構増えてるので、まあ、特にグランドファーザーと組み合わせた時なんかかなり上がってくれるので、なのでリソースをガンガン積んで火力を上げたババっていうのがまた、盛り返してくるかなっていう感じですね。はい、イニシエの斧ですね。スティールグラスプの、まあ、これはダメージが上がってくれてるという。まあ、同じか 60% 上昇ですね。はい。で、ヘルハンマーですね。はい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 。おー、追加で6855のダメージを与えると。うん。カレントボラ220。あー、だから、イニシエの大槌ビルドがまた今回、まあ、高火力ビルドとして戻ってくるっていう感じがちょっとしますね。ヘルハンマー、まあ、イニシエの大槌で使う、ハンマーなんですけど、結構これがね、強くなってるんで。あ、違う違う違う、あれだ、打ち払いですね。打ち払いビルドで、ね、結構強くなってるので、はい。で、オーバーキルの方もダメージが上がっているという感じですね。はいはいはい。ラプチャーの、方は、ちょっとダメージ量差が、ラプチャーはちょっと、弱体化したって感じかな。で、バトルトランスの方の、ダメージが上がってって、フレンジーのランクがプラス3になっていて、あと血統スキルが6プラスされるのか。まあ、フレババの強化っていうか、まあ、あれですね。血統スキルが6上がることによって、まあ、叫び系のスキルとかそういうのが上がってくるので、なので、まあ、バトルトランスの方は少し防御寄りの能力が上がってるという感じかな。で、10万歩の方は、はいはいはい。こんな感じか。あと、ハロガスの方も、まあ、ダメージ量 60% に上がってるという。まあでも今回あれですね、どちらかというとこれ見るとき、4つのステータスの方のね、変化の方を見ていった方がいいかなって感じがしますね。うん、かなり、特性を入れ替えてきてるので、まあビルドの中に組み込みやすくしてるっていうイメージがありますね。はい。あ、これあれですね、二刀流で使うやつですけど、はい、ダブルスイングがプラスにされる。そしてジョリッツ。バーサーカー状態の時のダメージが 60% 上がる。はい。バーサーキングダメージが 117% 上がるのか。で、ムーブメントスピードも上がってくれる。はいはいはい。まあ、今回あれですか。アグレッシブレジスタンスが3増えてくるような。攻撃的適正か、耐性かが、増えるってとこは減っちゃったという感じだけど、まあ移動速度増えてくれるのはいいかな。クールダウン短縮欲しいけどね。はい、という感じですね。アースクエイク、リングの方もマキシマムリソースが、増えてくれるという感じなので、ババはかなりそのフューリーの最大値を持って勝負するっていう感じになるのかな。はい。で、次、ドルイドですね。ワーキンググリップス。はいはい。ブロッドホールね。そして、フレッシュレンダーか。で、杖の方か。あ、ワイルドハンターの方も。3% までダメージが上がってくれるようになってて、
ムーブメントスピードと、シェイプシフティングアタックスピード、クラウドレジスタンス、コールドレジスタンスが、32%。あ、天性ですか。ワイルドハンターも、まあ、火力上がってきてるという感じかな。ウォルクですか。はいはい。インセンス。あとは大嵐か。18% のダメージ、35% まで上がるのか。で、なんだこれ。バシリーか。バシリーの方の、5%、ライフの 5% の障壁を得るに変わっていると。あー、で、ディフェンシブ、ポスチャーが、プラス4されると。感じなのでバシリーで、まあ、防御スキルの方 が、4上がるという感じなのか。はい、ストーンコンパニオン、はい、コンパニオンのスキルが上がるやつね、はい、あと狩り人の頂点だったかなの方がクイックシフトが2上がるとか、あ、パッシブスキル系に寄せたって感じですかね。はい。で、バーシャンの指輪の方が、ダメージアップしていると。あ、これ強いね。ダメージアップ率が上がってくれてるという感じですかね。はい。で、ネクロマンサーの方見ていきましょう。ブラックリーバーの方が、ダメージ量が増えてくれてるという感じなのか。と、あと、パッシブスキルの方の、フリュエーテッドディスがプラス 2されるのは同じなんだけど、ここら辺が、あ、コープススキルプラス3になってるのか。これ結構強いね。はい。で、あとは、無害の、境界だったかな。はい。で、ボーンスキルがプラス2されるというところで。まあ、そうですね。今回、まあ、私もネクロマンサー結構ね、前シーズンやってきて、やっぱり思うところとしては。召喚ビルド以外のね、ビルドがまた復権してくるといいなというところがあるんですけども、まあ、そこら辺もちょっとね、意識した調整になってるのかなという気はしますね。はい。ダメージ量アップという感じですね。コープスエクスプロージョンのダメージアップ。そう、プラットサージ系のビルドとかもね、上がってくれるといいなぁ。30% のクリティカルストライク、ヒットダメージごとに34の、物理ダメージが上がっていくというやつか。まあ、結構ネクロはクリティカルヒットダメージ量を盛ることができるんで、なので、ボンスピアビルドとかね、また強くなるといいな。ボンスピアがプラス4されるんでね。ボンスピアビルドあたり、まあ、シーズン1とかでね、結構私もやってたんで。そこら辺が復権されてくるかなという感じがしますね。はい。メンデルンの指輪。はい。ミニオンアタックスピードとか、ここら辺は変わらないんだけど、スケルトンウォーリアーマスタリーと、スケルトンメイジマスタリーと、ゴーレムマスタリーがプラス1されるというところで、これね、1上がるだけでかなり違うので、まあ、かなり、強くなってるなという感じはしますけどね。はいはい。で、次、ローグですね。ローグは、
足原のカンジャルが、はいはいはい、ウェポンマスタリースキルがプラス2されるという感じですね。でダメージ量も上がっていると、はいはい、で、まあこれ片手ダガーシリーズですけど、まあこれも結構強いんですけど、はいはいはい、コアスキルがダメージが 40% 上がると、でスカイハンターですね。あ、エクスプロイトが消えてスターターステップに変わっている、ウィンドフォースですね。あ、でも悪意がここについてるんで、ここら辺は結構強いかもね。イーグルホーン、あーどうか、破壊のルイティメイトクルーダウンリダクション 10%、 究極スキルの、短縮がかかると、はい、ローグも結構強くはなってきてるのか。で、あれですね。速射で使ってる、ならず者の接吻化の方 の、効果、ちょっと見ましょうか。速射が上がるところはランク3になってるのは同じで、アタックスピードと、あとクリティカルストライクチャンス、ラピッドファイ、エンハンスドラピッドファイアボーナスが 4% つく。そして速射の投射体が 2回、発生する確率 20% ここでつくので、まあこれでもね 200% までしか積めないので、まあ武器枠でどれだけ積むかっていうところなんですけど、なかなかね名工政策しっかりやらないと 100% いかない可能性あるんで、その場合はこれついてるのありがたいかなって感じはしますね。で、最後、ソーサラーですね。はい。フローズンオークか。で、S の、加宝。で、永遠の装具よく使いますけど、クラスキャノンが1つくのは同じ。ここは2まで上がるようになってるのか。はいはい。ショックインパクトが2増える。ここら辺は同じなのかな。イルミネーターの方もダメージ量が 30%。 あ、え、 0% レスダメージ、ん、ゼロがついちゃうこともあるのか。フレームウィーバーですねの方が 100% ダメージが上がると、あのファイアボルトを打った時に、ファイアウォール越しにファイアボルトを打った時にダメージが上がるっていうユニークなんですけども、はいはい。で、あと、ファイアボルトの投射体が2回発生する確率が 22.5% というところで、まあ、ここもね、まあ、武器の方にもつくんで、何とも言えないとこなんだよね。で、あと、火炎系スキルプラス2なんで、パイラマンシースキル2。はい、いいね。で、これ、メテオで、メテオビルドで使う、頭なんですけど、はい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 。あ、クールダウン短縮、8% なのか。で、メテオのサイズが増えてくれるの、これ、何気に、でかいので、27% ね。で、メテオは6までつくようになったという感じで、メテオビルドね、私も今回作ったんですけど、結構終盤火力の部分で言うと、他のビルドにちょっと劣るなというところがあったんで、プラス6されるとかなり火力的に他のビルドに追いついてくるかなというところがありますね。はい。あとは青いバラ。あとタルラシャーのリングですね。
春ラッシャのリングは 80% までダメージが上がるように変わってくる。 20% 各属性につき 20% ダメージが上がって最終的に 80% まで上がるという感じになってるのと、ポテントワンダーリングがプラス3される。クールダウンリダクションが 8% つくと。ノンフィジカルダメージが 75% まで上がる。これまあ魔法スキルですね、のダメージがアップするということですね。で、ラッキーヒットが 8% 上がるという感じですね。あとは、燃え差しだったっけ。で、オキュラス。テレポートが12まで上がる。まあ、こうオキュラスもなかなか難しくてね、武器枠使っちゃうんで、入れるかどうか悩ましいところではありますけど。ラムエッセン。ということで、まあ、ユニークアイテムについてはこんな感じですかね。まあ、結構ね、今回また、火力の情報修正来てくれてるものが多いので、まあ、この辺ね、触っていけると楽しいかなという感じですね。あとはそうですね、全般的なゲームのアップデート、なんかもうすでに、36分ぐらい動画撮ってるんで、まあ、他の部分ちょっと見ていこうかなと思うんですけど、ゲームのアップデートとして地獄の群れのところですね。はいはいはい。ゲームの開始と終了を通知するための個別のオーディオキューが追加されたと。そしてウェーブの数をティア1からティア3では、6ウェーブにして、ティア4からティア5は7ウェーブに変えたということですね。で、ウェーブタイマーが60秒に短縮され、遭遇するモンスターの数が全般的に増えたと。で、そして競技会とその他のボスのヘルスのプールが減少したと。で、地獄のコンパスはより頻繁により多くの方法で入手できるようになったと。ティア4から5のコンパスはハイティアのナイトメアダンジョンでドロップする可能性があると。ティア4から8のコンパスは高ティアのピットランで自然にドロップするようになりましたと。ティア4から8のコンパスはこれらのティアの、ナイトメアダンジョンまたはピットを完了するとヘルタイドとウィスパーのキャッシュから稀にドロップするようになったということですね。はいはい。で、地獄のコンパスがオカルティストで作成できるようになったということですね。アクティビティ自体におけるコンパスのドロップ率が上昇した。宝箱からの報酬が大幅に増加したということですね。はいはい。で、アビサルスクロールのドロップ率が上昇していると。あ、評議会を倒すとティアに応じて増加するエーテルが確実にドロップするようになったということですね。はいはい。で、一般的なアップデートとして、弱点の悪用は体力に関係なく全ての敵を処刑しなくなったということですね。前の効果では幸運の一撃で脆弱な敵に直接ダメージを与えると最大 45% の確率で25秒間ダメージが 1% 増加し最大 50% までスタックすると。で、50スタックでこのボーナスがリセットされて近くのボス以外の敵を全て処刑するだったのが、今回は、幸運の一撃で脆弱な敵を攻撃すると最大 60% の確率で25秒間ダメージが 1% 増加し最大で 25%、増えると。で、25スタックにすると、そのボーナスは6秒間持続して、その後に期限切れになるという形になって。まあでも 25% のダメージアップになっているということですね。はい。上限の方も少し、弱くなっているという感じかな。はい。ボンジャングタスクが改良され、新しい名前が付けられるようになった。はい。レベル100以上のモンスターにおけるヘルタイドのレジェンダリーアイテムのドロップ率が、上昇したということですね。はい。で、ヘルタイドには他にも多数のアップデートが行われました。詳細については以下をご覧くださいと。あ、で、ここですね。奈落。以前は奈落を開いたプレイヤーのみがマスターワーク素材を全額受け取ることができました。他のパーティーメンバーに対するこのペナルティは削除されましたということで、まあ、奈落をね、パーティーで周回してる方向けの部分にはなるんですけども、なんていうのかな。まあ、今まではパーティーで、開くための素材はね、まあメインのプレイヤーだけが出して、それ以外の人は参加はできるんだけど、少し少ない素材しか出てこないというような感じだったんですけど、ここはまあ全額もらえるようになったというところなので、まあ正直ね、ここに関しては、まあ順当かなという感じがしてて、
まあ、なぜならやっぱり、まあ、パーティープレイやるかやらないかとか、どっちが不利かとかって、そういう問題ではなくて、やっぱパーティープレイを、まあ、やりながらね、まあ、例えばサポート系のビルドが育ってきたりとか、まあ、そういった恩恵っていうのは結構、まあ、パーティーをやらない人っていうかさ、パーティープレイヤーにとっては結構重要な部分になってくるので、まあ、だから、やっぱり奈落をパーティーで回すっていうのが、まあ、ほとんど今回は、シーズン4に関してはメリットがなかったわけなんですけど、まあ、シーズン5でここら辺の部分ね、まあ、ちゃんとみんながもらえるようになって。で、割とね、奈落の上の方って、まあ、当然ながら、1人、プレイヤーが増えるにつき、50% ずつね、敵のライフが増えてくるっていうところが、まあ、デメリットになりがちなので、まあ、そこら辺の部分をどうパーティープレイヤーが、打ち破っていくのかっていうところも、まあ、やっぱり、今後、やっぱり、ディアブロ4がね、発展する上では重要な部分かなと思うので。なので、まあ、この変更は非常に、嬉しい部分かなという感じがしますね。ということで、ちょっと申し訳ないんですが、一旦動画をこう区切りましょうかね。で、あと、まあ、クラスバランスの調整とか、まあ、そのあたりの部分は後半のね、動画でやっていこうかなと思いますので、まあ、ぜひそちらの動画も見ていただけたらなと思います。まあ、今回ほとんど、ユニーク周りのね、変更を中心に見ちゃった感じにはなりますけど、まあ、次の動画で、全クラスの、バランス調整の部分見ていきたいと思いますので、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。